家田神社でいいと思うんですけど、行ってみます。もう正月飾りが結構万全に見えてきております。比叡田神社は、式内社と呼ばれる古い格式を持つ神社で、平安時代に編成された、縁起式の神明帳に記載されているそうです。864年にはもうあるそうなので、すごい古いですね。ここによると、天照八幡春日の三神を刻んで安置されているということでしょうね。で、日蓮さんが村人の、受け入れて、開眼したと伝われています。で、隣接する永林寺さんですかね、永林寺さんが別になっているんですけど、明治の、神仏ぶりによって、独立していると。で、この石通りも、大田区の文化財になっています。格式のある神社ということですね。私は天照総御神に関係がある人なんで、なんかいいなと思うんですけどね。格式のある神社とか、古くは、からある神社ですね。で、合祀されてる神社に三十番神社って言ってますね。ちょっと聞いたことがないんで、誰かいらっしゃったらちょっと聞いてみたいです。三十番神社。神社っていうのは初めて聞いたので、ちょっと分かんないんですけどね。隣が稲荷神社で、キツネの、分かりやすい小牧狐。薬草神社、薬草神社ですね。聞いたことがないですね。この薬草神社も聞いたことがないですね。石造り。比叡田神社ですね。三神王の
今ガラス戸に見せるっていう、こういうことになってますね。ちょっと本音がやっぱり見えるっていうのがポイントですね。電波見えないしね、遠いからしだれ桜ですね。しだれ桜に、あ、こう駐車場ってますけど下には神社の社殿があります。綺麗な神社ですね。これは何ですかね。これはサルスベリーですね。サルスベリーって言います。川がないんで、それと違う。